皆さんこんばんは、こんにちは、のっぴーでございます。今回ですね、新しいカメラをポチりましたというお話でございます。昨日ですね、新宿にあります、マップカメラで、実はですね、大量にですね、今まで持っていたカメラレンズをですね、手放しました。その数すごいことになってます。実はよくわかってません。あまりにも多くてですね、下取り表のやつを見ると、あ、数までは出てこないんですね。一個一個全部、リストになってネットの方には出てるんですけども、かなりの数です。現金交換した場合ですと、679,900円になる予定だったものなんですけども、ですね、マップカメラさんですね。マップカメラのポイントの方にすると、1割アップになるらしいんですよね。で、67,990ポイントがプラスされまして、最終的に747,890ポイントになりました。とんでもない数です。数というかポイント高ですよね。で、手放したカメラがですね、非常に多くてですね、ペンタックス関係ですね、それからシグマの SD クアトロ、ソニーの α7、無印、初代のやつですね。それから、ソニーの α7S2 ですね、動画カメラですけども、本当はこのカメラ手放したくはなかったんですが、手放しちゃいました。それ以外にもカメラですと、パナソニックの GX7M3 ですね。このカメラは確か今年になって買ったような気がするんですけども、1年持たずに手放すことになってしまいました。というのが、α6400 を買ったおかげでですね、本当に使用頻度が一気に落ちまして、正直もういらないなという。そんな感じでしたね。で、あとお高いレンズ、気に入ってたレンズだったんですけども、ちょっと金額的に足りなかったのでやむを得ず、気に入ったレンズの中でも一番使用頻度の低い、ソニーの、レンズなんですけども、プラナー T FE50mm F1.4ZA っていうやつですね。絞り羽が11枚のシリーズなんですけども、これはですね、できれば持って置きたかったレンズなんですよね。買取価格は91,500円ということで、ちょっと大きかったものですので、これが入らないとちょっと足んないんですよね。あ、シグマの DP1 メリルも手放しちゃいましたね。これもいいカメラだったんですけどね。もう今シグマ関係のカメラは一つも手元にない状態ですね。あと手放したくなかったレンズのがもう一本ありまして、手放しちゃったんですけども、ラオアの 24mmF14 プローブレンズですね。あのマクロレンズです。あの先端をですね、水の中に突っ込んで、それで撮影できるという特殊なレンズなんですけども、これは本当は持っておきたかったんですが、これも手放してしまいました。これが、8万円ですね、買取価格。そんな感じで、手放してしまいまして、じゃあ何を買ったんですかという、そういうお話なんですが、もうタイトルに出ているので皆さんもう分かってると思うんですけども、ルミックスの DC-S1 というフルサイズミラーレスカメラですね。で、え?っていう感じだと思うんですけども、ツイッター見られてる方はね、もう散々ここ最近ずっとつぶやいてましたので、そうだよねっていう話でご存知だとは思うんですが、S1 ですね、無印の方ですね、これを購入しました。で、しかもですね、新品ではないです、中古ですね、中古で、レンズがついてないやつ、ボディのみということですね、それを買いました。249,800円、約25万ですね、これを買いまして、
74万ちょっとのポイントに対して約25万だとまだまだ全然余ってるでしょというお話になると思うんですけども、そうなんです。まだまだ全然余ってたんですね。でですね、レンズの方に今回は投資をさせていただきました。まあちょっとツイッターで、いろいろ教えていただいてます。某お方の、助言があって、まあこのレンズにたどり着いたんですけども、まあこういうレンズあるよ、こっちの方がいいよっていうアドバイスいただきまして、いや本当にありがとうございました。で、何をレンズを買ったかと言いますとですね、今回ルミックスのこの S1 というカメラはですね、ライカ、パナソニック、シグマの3社で、L マウントアライアンスっていう、まあなんかそういう集まりを作ったんですよね。で、まあもともとライカで運用していた SL マウント、まあこれを L マウントという形に改名して、3社で共通の企画にして展開していこうという、まあそういう流れなんですけども、まあマイクロフォーサーズに似たようなノリでしょうかね。で、まあそんな感じでですね、できた、マウント、まあもともとあったマウントをそういう形にしたということですね。ですので、まあ、シグマで作る SL マウントのレンズであったり、ライカの SL マウントの、レンズですね。こういったものも使えるわけなんですね。でですね、まあ、パナソニックも当然、まあ、レンズを何本か、まだ何本かなんですけども、4本かな、出してるわけなんですけども、それではなくてですね、今回は思い切って、ライカの SL レンズ。これをですね、使おうということになりました。そのレンズがですね、SL2490mm F2.8 から 4.0 という、まあそういうレンズがあるんですけども、望遠じゃないか。標準域から中望遠までの、ズームレンズ。というところでしょうかね。これを買いました。で、これがですね、とんでもない金額なんですね。新品で買うともう60万ぐらいのレンズになるんですけども、さすがにちょっとね、25万ポイント使って、60万ですともう85万ですよね。で、今回74万ちょっとですから、まあ全然追いつかないので、新品ではなくてですね、中古のレンズですね。これをですね、ポチりました。で、まあ、中古でも、実は、マップカメラさんのウェブサイトを見るとわかるんですけども、このレンズ、中古でもね、結構な金額なんですよ。で、たまたまですね、ウェブ限定、ネット限定の中古で、374,800円というのがありまして、もうこれだろうと。これしかないだろうということで、これをポチりました。で、このレンズは、レンズフードがなんか別売りなんでしょうかね。ちょっとその辺がごめんなさい。私、ライカも全くわからないものですので。で、まあ、この中古の場合は、とにかくレンズフードがないということで、レンズフードもポチったんですけども、レンズフードが高いんですよ。2万900円ですよ、レンズフードで。たかがレンズフードで2万900円。一体何でできてるんだろうっていう感じなんですけども。まあこれもポチりました。であとそれ以外に予備バッテリーで、新品でバッテリーを1個。それから XLR のマイクロフォンアダプターですね。これもポチりました。これが39,396円ですね。で、あとはアップグレードソフトウェアキーですね。Vlog を使えるようにするためのものですね。S1 無印はですね、標準では Vlog が使えませんので、このアップグレードソフトウェアキーを入れないとダメなんですよね。GH4 とかですね、GH5 がまさにそんな感じだったんですけども、あれと同じような仕組みですね。で、そういったもろもろのものを、ポチりまして、71万5千円近く使っちゃいました。ねえ、ボディも、レンズも中古なんですけども、一瞬にしてなくなったっていう感じですね。あんなに、
出してしまったのに、という感じでございます。でですね、まあ、下取りの査定がですね、2時間ちょっと、まあ、2時間ぐらいですかね、かかりまして、カウンターに持ってった時ですね、あまりにも多いので3時間ぐらいかかるって言われちゃったんですけども、まあ、蓋を開けてみたら2時間ぐらいで、電話がかかってきまして、終わりましたっていうことで、まあ、なんとか済んだんですけども、その時、待ってる時に、お店の方でですね、パナソニックのこの S1 と S1R のカタログ、これがまあ S1 と S1R が一緒になってるカタログなんですけども、それとですね、S1H ですね、まだ最近発売されたばかりのものですけども、これがいわゆるソニーでいうとこの α7S シリーズみたいなものですね、動画に特化した、カメラということですね。で、本当はですね、S1H に手を出すつもりでいたんですけども、これを買ってしまうとですね、本体だけでもう50万円しちゃうんですね。そうするとですね、レンズに全然投資ができなくなってしまいますので、まあ、もうちょっとすればですね、値段が下がるんじゃないかと。で、今、S1H を買ってもですね、結局、ロー動画は撮れないんですよね。なので、まあ、タイミングとしては、その、ロー動画のアップデートが来たタイミングでですね、まあ、今回、中古で買った S1 無印を下取りに出して、で、不足部分を追加して、まあ、S1H を買えばいいかなと。で、まあ、ソニーがどういう機種を、ね、今後出してくるかわかんないんですけども、α7S3 とか4とかでですね、まあ、おそらく出してくるはずなんですよね。で、まあ、そういった動きも見たいというのもありましたので、まあ、ちょっと、今は S1 無印でやっていこうと、まあ、そういうふうに、今回は考えたわけです。でですね、まあ、カタログを見てましたら、まだ商品が、今の段階ではまだ届いてませんので、明日納品予定なんですけどね、カタログを見てましたら、あることが分かりまして、まあ、今回このパナソニックの S1 シリーズにつきましては、フルサイズで、4K60p が撮れるっていうふうに、まあ、歌われてるわけなんですけども、カタログ見るとですね、こういうふうに書かれてるんですよね。S1 につきましては、スーパー 35mm、まあ、いわゆる APS-C ですね。4K60p で撮影すると、APS-C にクロップされてしまうらしいんですよね。ちょっと、って感じじゃないですか。今更なんですけども、ポチっちゃった後にっていうのも今更ですけども。ねえ。まあ、撮れるには撮れるんで嘘じゃないんだけども、フルサイズじゃないじゃん、みたいな。で、S1R ですね。高解像度の方なんですけど、そちらで、4K60p で撮ると、APS-C までクロップされないんですが、1.14 倍というふうに若干クロップされてしまうということなんですよね。まあ、今回は S1 無印ですから APS-C モードになってしまうということですよね。で、何が問題なのかということなんですけども、APS-C になるということはですね、まあ、フルサイズのそのセンサーをフルに使わないってことですね。ってことはですよ、もしかしてこれ 60p で撮ると、暗所に弱くなっちゃうんですかみたいな。暗いところで撮るとノイズがちょっと混ざっちゃうんですかねみたいな。まだ使ってないのでどうなるのかわかんないんですけども、まあ、そういう話になる可能性が高いですよね。うん。でですね、まあ、通常私の撮影スタイルだと、まあ、撮影スタイルというかですね、編集環境で考えますと、まあ多分その 4K60p で撮るということはまずありえないと思うんですね。マシンパワーが足りなくてですね、大変なことになると思うんですよ、編集で。
ですので、まあ、普段は撮らないとは思うんですけども、スローモーションとかを使いたいときには、やっぱり 60p で撮って、例えば、ね、30フレームパー秒であれば、まあ、2倍スローということになりますよね。あとは、24フレームパー秒にすれば、いくつだ？まあ、若干さらに遅くなりますよね。ということができますので、実は 60p で滑らかな動画として、使うということではなくてですね、スロー再生の時に、まあ、演出としてですね、使えるという部分があるんですよね。で、その時にですね、クロップされてしまうとなるとね、ちょっとまたその撮影する時のその立ち位置とかが変わってきちゃうわけじゃないですか。なんかそこがめんどくさいなというかですね、どうなのかななんてちょっと思いました。まあ、ただ今回はですね、まあ、24から90ミリのズームレンズをポチってますので、まあ、広角端で撮ってなければ、まあ、多少は、ね、ズームでごまかせるのかなと。まあ、自分が動かなくてもですね、なんとかなるのかななんて思うんですけども、ただ、ね、F2.8 から 4.0 のズームですから、ズーム、F 値ですから、ね、ちょっと F 値の部分が、まあ、ちょっといろいろ影響が出てきちゃうんで、まあ、その辺がどうかなとか、いろいろありますね。でね、S1H、その動画に特化した方のカメラですね。こちらの方だったらじゃあどうなんですかって話になるわけじゃないですか。まあ、S1 無印も S1R も、まあ、どちらかというと、静止画、写真ですよね。の方を意識したカメラだと思うんですけども、で、S1H というのが動画の方を意識したカメラということになってると思うんですね。で、S1H であれば、4K60p をフルサイズで撮れるんじゃないかなと思ってカタログを見ましたら、S1H の方でもですね、やはり APS-C モードに、APS-C モードというか、APS-C にクロップされてしまうそうです。なので、まあ、技術的な問題なのかなと。まあ、今の段階ではまだ 4K60p では撮れないのかなという、まあ、そんな感じがしました。フルサイズではという意味でですね。APS-C、いわゆるスーパー 35mm になれば撮れるわけですけども、でもそれじゃあフルサイズセンサー搭載してる意味がないじゃないですか。フルサイズの 35mm のセンサーの中のうちのAPS-C の面積の部分しかセンサーとしては使われないわけですから、まあ、フルサイズセンサーを搭載したカメラで撮っていても実質 APS-C のカメラで全画素を読み出しみたいな、まあ、そういう形ですよね。ほんとなんちゃってフルサイズじゃんみたいな、なんかそこがねちょっと腑に落ちないというか納得できないというかね、今そんな気分です。まあ、あとはその S1 無印の方は難しいにしても S1H の方がね、ファームウェアアップデートとかでなんかそこの辺がうまくできないのかなってパナソニックさんちょっと頑張ってって言いたいところですね。で、今回なんでこの S1、まあ、S1 っていうか S1 シリーズって言えばいいんでしょうかね、の方に今までソニーでずっと来たのに、いきなりそちらの方に行ったのかということなんですけども、ソニーがね、α7S シリーズ続編出さないんですよね、後継機種をね。ね、もうとっくにオリンピック考えたらもうとっくに発表してないとまずいんじゃないですかと。で、もう発売だってもうしてないとまずいんじゃないのって個人的には思うんですけども、なんかね、なんかもうオリンピック意識にないんですかね。全然出てこないので。で、さすがにね、まあ、α7S II でもいいんですけども、ねえ、やっぱり、ねえ、新しい技術の入ったカメラを見ちゃうと欲しくなるじゃないですか。
で、今回、このパナソニックの S1 シリーズはですね、手ぶれないボディ補正がですね、結構すごいらしいんですよね。ボディだけで5段分ですかね、のボディ内手ぶれ補正が、効くらしくて、デュアルなんとかとかいう、その手ぶれ補正を使うことによって、要はレンズの方のついてる、手ぶれ補正と組み合わせると、6段だか 6.5 段だかなんかそのぐらいまで手ぶれ補正が効くらしいんですよね。で、今私が持ってるオリンパスの EM1X、これがですね 12mm100mmF4 のオリンパスのレンズですね。このレンズ内ボディ、レンズのボディ、ボディじゃない、レンズの手ぶれ補正のついたやつ。これとの組み合わせでやると、最大で 7.5 段分の手ぶれ補正が効くということになってるんですけども、で、ちょっと私はその 12mm100mm のズームレンズは持ってないので、最大でまあ、7段分になるんですかね。の、まあ、ボディ内手ぶれ補正が使える状態になってると。まあ、あれはマイクロフォーサーズですから、センサーサイズがね、もう全然ちっちゃいですから、まあ、その程度なのかもしれないですけども、ね、フルサイズで、ね、5段分ってすごくないですか。で、S1 シリーズの、動画の作例っていうのをですね、YouTube で検索していろいろ見まくったんですけども、本当にすごいんですよね、その手ぶれ補正がですね。まあ、ほとんどの組み合わせがその S1 プラス、24105mm の、ボディ、手ぶれ補正のついたレンズですね。その組み合わせで撮った動画だったんですけども、かなり効いてるような感じなんですよね。まあ、その撮ってる人がね、すごい上手い人だからなのかもしれないんですけども、本当に手ぶれがね、ほとんど手で撮って、手持ちで撮ってるんですかって言いたくなるぐらいのですね、滑らかな映像を撮られてる方が本当に多いんですよね。で、α7S2 だと、やっぱりね、手ぶれ補正あるんですけども、もうね、発売されて結構経つじゃないですか。で、やっぱりその当時の技術なんで、そこまで手ぶれ補正は効かないですよね。やっぱり手持ちで撮影すると結構カクカクなっていきますんで、やっぱりね、私もどんどん年老いていきますので、まあ、技術を身につけようと思っても、やっぱり限界があるのと、身につく前に忘れていくというね、退化の方が早いものですから、もうその辺は道具に頼るしかないのかなと思ってますんで、やっぱりね、ね、ジンバル使わなくてもほどほどに、綺麗に撮れる、三脚使わなくてもほどほどに綺麗に撮れるってなったら、やっぱりそういうカメラに対しては魅力を感じますよね。で、特に今三脚の使用が禁止されてるところって非常に多いじゃないですか。なので、やっぱり三脚を使わなくても撮れるっていうのは、まあ、これビデオに限らず写真の方でもね、すごいメリットになると思うんですよね。これからの、この、まあ、日本の環境で考えたときにですね、本当にその三脚ダメっていうところ、ものすごい増えましたもんね。まあ、それでも三脚使って撮ってる人が、まあ、結構いるので、ちょっとそれ、マナー違反なんじゃないのって、個人的には思うんですけども、でもね、今までのカメラだと三脚撮らないと撮れないですもんね。やっぱりそこまで、ね、手ぶれ補正が効かないカメラですから。だからね、まあ、これからメーカーさん多分、まあそういうものも考えて手ぶれ補正っていうのをどんどん強化してくるとは思うんですけども、まあそういう意味でもね、S1 シリーズ、フルサイズなのに手ぶれ補正がかなり効くっていう意味ではいいなと。で、それとは対照的なのがやっぱりシグマの FP ですよね。手ぶれ補正一切なしですもんね。ね、だんだん YouTube でもその作例の動画がちょこちょこ出始めてきましたけども、やっぱりね、カメラで撮るとなると、特に動画を撮るとなると、やっぱり手ぶれ補正がないですから、もうジンバル必須ですよね。
じゃないとね、ちょっとね、いくらなんでも厳しいんじゃないのかなって個人的には思うんですよね。まあね、きっちりホールドして取れる人だったらいいんでしょうけど、まあでも厳しいんじゃないでしょうかね、とは思いますね。あの、小型なのはいいんですけども、シンプルにしすぎて、ダイヤルが少なすぎて、操作がちょっとめんどくさいなっていう、まあそんな感じがしました。で、やっぱり、とにかく、まあ、前々回だかの動画で、もっと前かな、あの、ね、まあ、シグマ FP は、発売日には買いませんという話で、まあ、ただ、来年のゴールデンウィークぐらいには、なんてお話ししてたんですけども、まあ、もう買うことはないですね、私は。ね、コロコロ変わっちゃいますからね。ね、ほんとダメな人間ですよね。まあ、あの、やっぱりね、手ブレ補正重要ですよ。やっぱり手ブレ補正がないっていうのは、これからのカメラは、うん、あの、使う場所が限られてきますよね。まあ、そういうテクニックをね、お持ちの方であればいいんでしょうけども、私にはちょっと無理かなという感じがしましたね。まあ、本当に FP とこのね、S1 シリーズっていうのは完全に対照的ですよね。片方をコンパクトにしました。手ブレ補正ありませんですもんね。で、片方はね、バカみたいにでかくて重くて、でも手ブレ補正つけました。すごい効きますよ、みたいな。もう完全に真逆を向いてますよね。まあ、これあれですかね。シグマとパナソニックでなんか談合じゃないですけども、被らないように真逆のものを作りましょうみたいななんか打ち合わせでもあったんでしょうかね。そのぐらい真逆ですよね。今思えばですけども。面白いですよね、そういうのって。まあ私はすいません。あの S1 シリーズの方を選ぶことにしました。で、まあ今回中古で買いましたので、まあ先ほどもお話ししましたけども、まあ、ロー動画の、対応のアップデートが出た段階で、まあ、その頃には今よりは若干はお安くなってると思うんですよね。若干は。多分ね、動画専用機だからそんなには下がらないとは思ってるんですけども。ただね、まあパナソニックなんで、結構1年経つとがっつり下がるケースあるじゃないですか。なので、まあ、それを狙ってもいいかなとか。まあ、どうなるか、未来の話なんでわかんないですけどね。まあ、そのタイミングで、買い替えるか。まあ、もしくは、その時にもまだ必要なければ、必要になった段階で買ってもいいかなと。まあ、それと、まあ、今、こう話してる段階でもですね、まだ S1 そのものは、まだ私の手元に来てないので、まあ、触っていないですから、まあ、やっぱりね、実際自分で使ってみないとどういうカメラなのかっていうのはわからないので、明日の段階ではまた意見が完全に変わっちゃってるかもしれないですけどね。使ってみた結果、触ってみたけど、うん、ちょっとこれじゃないみたいな。まあ、それとあと、ソニーのやっぱり動向ですよね。ソニーの α7 シリーズ、α7S シリーズですね。これがですね、化け物級のカメラがもしも登場しちゃいましたら、ねえ、どうしようかな、みたいな。まあ、その時はあれだな。広角以外のレンズを全部手放して、それでそっちを買うしかないですね。あ、ダメか。広角以外のレンズ手放しちゃダメだ。そしたら、ソニーのカメラで、広角しか撮れなくなっちゃいますもんね。ダメだ、ダメだ、ダメだ。ダメだ、そうだ。ソニーの S シリーズが出た場合のことを、そうだ。そうだよ。レンズ売っちゃいけないんだ。ってなると、貯金して買うしかないんですね。まあ多分、ね、S1H でさえも50万台ですから、55万とかなんかそのぐらいだったような、もうちょっとしたのかな ?57 万でしたっけ税込みで。なんかそのぐらいですもんね。ですから、まあソニーも
それに近いか、下手するとそれよりも上回るかもしれないですよね。60何万とかですね、なる可能性がありますから、まあ、ちょっと簡単には買えないですよね、その金額になっちゃいますと。まあ、多分これ私に限らずほとんどの人がそうだと思うんですけども、なのでまあ発売してある程度値段がこなれてきてからになるんでしょうね。でまあ逆にこの S1 シリーズに関しましては、まあ、24mm、90mm のズームがありますので、まあ、この領域はねもうこのレンズ1本でもいいのかなっていう感じはするんですよね。であと、まあ、これ以外に実はもう1個あのレンズじゃないんですけどマウントアダプターを今注文してまして、ライカ M マウントから、この SL マウントに変換するためのマウントアダプターがありまして、しかもヘリコイド付きのものをですね実はもう注文してるんですね、これはちょっとお取り寄せになってましたので、まあ、これを注文しましたので今あの手元にですねコシナのフォクトレンダーのブランドのレンズを3本持ってるんですね、ライカ M マウント互換の VM マウントっていうねコシナにあるんですけども、35mm、あと 12mm かな、と 50mm の単焦点レンズを3本持ってますので、まあ、これをね、使えたら面白いかななんて思ってます。まあ、3本ともすべてあのマニュアルフォーカスのレンズですから、まあ、動画で使うにはちょっとしんどいかなというのは正直あるんですけども、まあ、あの S1、24じゃないよ、2420万画素ありますので、まあ普通にね、写真撮るカメラとしても全然普通に使えちゃいますので、まあ、それで遊んでもいいかななんては思ってます。まああとはね、もうとにかくカメラが本物実物来てからですね、まあ、どんな感じなのか使ってみて、またそういった感想なんかもですね、アップしていけたらいいなと思っております。ちょっと長くなってしまいましたが、まあ、そんな感じでですね、本日はご視聴くださいまして本当にありがとうございました。まあ、続きが、興味がある人は、また次の展開の動画をですねぜひご覧になっていただければと思います。本日はどうもありがとうございました。ではまた。